旧駅舎大町駅は、佐賀県貴島郡大町町大技福祉にある、九州旅客鉄道佐世保線の駅である。国鉄時代末期は一部の特急、緑が停車していたが、現在は普通列車のみ停車する。当駅より、佐世保方面は、長崎支社の管轄となる。島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅舎とホームは、古線橋で連絡している。 2008年3月に新駅舎が完成したが、元駅舎より小さいものとなった。2011年度の1日平均乗車人員は288人で、ある。大町駅は1988年4月1日から1989年4月30日まで、長崎本線の比前白石駅と共に、最長片道切符の起点駅となっていた。 それまでの最長片道ギップのルートは、筑肥線の名の浜駅を起点とし、宗谷本線、天根北線のオトネップ駅を終点とする、片道ルートであった。このルートは、オトネップ駅南稚内駅間で、宗谷本線、天根北線を経由した環状ルートを形成し、また、片道ギップの発売条件は、同じ駅を二度通らないことであるため、逆方向は認められなかった。 ところが1988年3月31日に、松浦線が松浦鉄道に転換されたことで、九州と本州の境界である、文字駅を起点とした場合の九州内の最長ルートは、最後が、非前山口駅諫早駅間で、佐世保線、大村線、長崎本線を経由する、環状ルートとなり、非前山口駅を終点とする経路となった。このルートを、 最長片道ギップに組み込むためには、おといねっぷ駅、または、比前山口駅から一駅間を、ルートから外し、起点、おさしま駅、または上おといねっぷ駅、終点、比前山口駅、もしくは起点、大町駅、または、比前白石駅、終点、おといねっぷ駅とする必要があった。ここで、比前山口駅大町駅、比前白石駅間の距離は、 同じ5 1キロメートイネップ駅からの一駅間はいずれも5 1トルより長かったため、大町駅と非前白石駅は、双方とも起点駅として成立することになった。最長片道切符の奇襲点駅が複数存在するのは異例のケースであった。1989年5月1日に、天北線が廃止されたことに伴い、最長片道切符は、 起点、さまに駅、終点、比前山口駅の片道ルートとなったため、二重起点は消滅した。JR 西日本加線にも大町駅が存在するため、乗車券等における、当駅の表記は区別のためにの文字が入り、大町と表記される。ありがとうございます。